佐原義貫は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。相模国の豪族、三浦義明の子。三浦氏の本拠、相模国衣笠城の東南、佐原城に居住していたため、佐原氏を称する。治承4年8月の源頼朝挙兵に一族と共に参じて御家人となる。雍和元年4月、義廉は頼朝の寝所を警護する11名のうちに選ばれた。同年6月に、頼朝が納涼のために三浦へと出かけた折、三浦氏と共に上総広常も出迎えたが、広常は下馬の礼を取らず、頼朝に禁止していた。義廉がそれを咎めたとか、酒宴の席で、その広常と三浦一族の岡崎義実とが、水患のことで乱闘寸前になった時に義廉が割って入ってその場を収め、頼朝の御冠に預かったなどと書かれている。ただし、吾妻鏡は鎌倉時代後期の編纂であり、どこまで正確なものかは疑わしい。治承寿永の乱では、一ノ谷の戦いで、源義経率いる、唐目手軍に属し、日躍越の逆落としで真っ先に駆け下りた武勇が、平家物語に描かれている。1672年に刊行された、会津旧事雑考によれば、義廉は、文治5年7月の奥州合戦に従軍し、その功により、みちのく国会津4郡を与えられたとしている。これは、後世の編纂であるから、そのまま信じることはできないが、嘉禄3年7月、浄土宗多年義派の蘇嶐館立主が奥州に流罪と決した際、奥州に所領を持つ佐原征爾の預かりとなっている。事実から、征爾が工事合戦以前により、会津郡山郡加納省を領していたことへの傍証となる。また法事合戦の時点、征爾の異母兄が、会津の北田や藤倉を名字地とする、北田広盛、藤倉盛吉の名が、吾妻鏡に見えるから、佐原氏が工事合戦以前から会津を所領としていたことは明らかである。義廉は、文治5年の北条時房の元服の際、頼朝の命により、烏帽子親となる。建久3年の頼朝上洛に従い、左衛門尉に任ぜられる。関東5領遠江国家佐原惣の惣事刀剣預かり所も務めた。没年には、諸説あり、伊本東寺長町では、建久3年4月15日に75歳で死去。芦名系図では、建仁3年5月17日に78歳で死去。芦名家由緒考証では、承久3年4月15日に82歳で死去とある。ありがとうございます。